周産期とは出産前後の期間のことで、この期間に女性はお母さん、母親としてのスタートラインに立つことになります。日本の周産期医療は、妊娠中の管理や合併症に対する治療で、世界でもトップクラスといえます。安全にお産ができる日本ですが、最近は少子化が進み、子どもの虐待も含め、周産期の心や暮らしの問題が浮かび上がってきました。体だけでなく、心も健やかにするための周産期管理が求められています。このような中で、現在、妊娠中からの子育て支援事業が行われています。妊婦さんが大きな不安を抱える背景としては、とても若い妊婦さんで経済的な基盤が整っていないこと、家事や育児などに協力してくれる家族がいないこと、相談できる方がいないこと、お仕事や育児が忙しく心の準備ができないまま妊娠され悩んでいること、もともと不安を感じやすい体質で治療を必要とする場合があることなどがあります。こんな時、かかりつけの産婦人科医もしくは医療機関にご相談ください。医療機関では悩みの相談コーナーでの対応のほか、妊婦さん一人一人の要望に合わせて個別の対応を行います。具体的には、妊婦さんが希望する場合は、妊娠中からお住まいの市町村の担当者と連携して相談内容に対応します。出産後の支援に関しての情報提供を行い、妊娠中から産後の育児支援の準備をお手伝いします。妊婦さん、産婦さんが希望される場合は、家庭訪問も含めた地域との連携を行うことも可能です。最近の報告では、およそ10人から7人に1人の方に産後のうつ病が見られるとされています。しかし、産後は育児に忙しく、ご自身では気がつかないまま症状が悪化する場合があります。産後の疲れは心にも残っていることが多いものです。産婦人科医並びに医療機関のスタッフに気軽にご相談ください。